はい、それではウェブ朝倉学校第11回後半編をやります。後半編は円周率が、3より大きく4より小さい理由を図で考えてみようという中身です。で、後半に行く前に、こうですね、後半に行く前にお知らせというか、前半でもお知らせしたんですが、後半から見た人のために実は本日船橋教育委員会において重要な発表がなされました。学校休業2月28日から入ったわけですが、3月25日本来終業式と予定されていた日を登校日に設定されました。つまり友達と会えます、友達や先生と会えますので、私も文教委員会で何度も主張しまして、ようやくこの形が実現しました。ただ短時間で、学年ごとちょっと登校時間を分けたりするんですけど、ともかくも、もしかしたらずっと会えなくなってしまった、友達と会えるってことになりました。詳しいことはホームページに載せてますので、ぜひご覧ください。そしてぜひ25日を楽しみに過ごしてください。はい、それでもう一つ、実は今日、私も数学やってるんで思いついたんですが、コロナっていうのは567ですね。で、567って数字をに注目してみたら、9で2回割れるんです。で、9で2回割るとなんと7になるんですね。で、今、日本中コロナで、皆さんも苦労してると思うんですが、コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字ラッキーセブンとなりますので、みんなであと少し頑張っていきましょう。そして皆さんの勉強を、この形で私もサポートしていきます。それでは、本日なぜ円周率をやるかというと、おととい3月14日が円周率の日だったからですね。はい、で、円周率は π と言いますので、 π と言いながら、実は、サイゼリアのフォカッチャを食べましたということで、はい、今日は円周率にこだわろうということです。さて、そもそも円周率は何かということですが、この図ですけど、直径ですね、円の直径で、その直径とは円直径の何倍が円周かということです。で、 円の周囲をこう取り出してきて、こう伸ばしてみると、直径のこれが1倍2倍3倍ですね。で、3倍よりも大きいし、 4倍よりは小さいということで、これが 3.14 ぐらいなんですね。ということで、3.14 ってことは皆さん知ってますと思うんですが、なぜ3より大きく4より小さいのかと、3より大きく4よりは小さいのかというところを、実は非常に簡単に証明できるんですね。で、それを考えていきましょう。で、まず、円周率が3より大きいことを図で説明しなさい。本当に小学生の、使う図で説明できるんですよ。じゃあ何を持ってくれば図で説明できるのか、ある図形を持ってくるんですけど、予測してみてください。何角形を持ってくるのかなということで、はい、YouTube で見てる人はここで止めて考えていただいてから進んでいただいてもいいです。それではいきましょう、答え。はい、実は、半径1の円、これからすべて半径 R と表現してもいいんですけど、分かりやすいので半径1の円で考えてます。で、半径1の円を持ってきますと、当然円周は1かける、直径が2で π ですので 2π ということになりますね。円周は 2π になります。この赤の円周に注目したいと。で、その隣に一辺の長さが1の正六角形を持ってきます。これパソコンの汚れですから、後で拭いておきますけど、気にしないで、取れますね。はい、一辺の長さの、1の正六角形を持ってきます。で、この2つで考えるんですね。さて、どうすればいいか。で、実は一辺の長さ、1の正六角形を、一番遠い頂点を結んで6分割すると。で、そうするとこれ360度が6分割されましたので、これ60度なんですね。60度です。で、
60度でこれなおかつ二等辺三角形ですので残り120度ですから、これも実は60度になります。これ正三角形なんです。ということはここの周囲の長さが1だったらここも1なんですね。でここが2です。ということはここの直径と一緒になりますので、このように合体できるんですね。つまり半径1の円の中にちょうどこの長さが1、1で2となる直径、まあ、直径2の円と表現してもいいんですけど、直径2の円の中にちょうどこの正六角形が入ります。でそうすると正六角形の周囲の長さがこれですね。そうするとこれ 1,2,3,4,5,6 です。正六角形の周囲の長さは6です。で一方円の周囲はさっき言ったように 2π ですから、6より 2π の方が外側ですから大きいですね。6より 2π が大きいので3より π という数字は3より大きいということが証明できました。じゃあ引き続いて次に円周率が4より小さいということを証明しようと。でこれもある簡単な図形を今と同じように導入するとできるんですね。でさっき3より大きいというためにはその比較する図形が内側に入りました。内側に入ると円周の方が大きくなりますね。ということはどうですか、発想としては4より小さいの場合には外側に貼り付く図形があったらいいですね。はい、それでは実は正方形です。正方形を持っていくんですね。正方形を持ってきます。で今度は一辺の長さが2のちょうど直径と同じ長さの正方形を持ってきます。はい、そうすると一辺の長さが2の正方形ですから周囲の長さ8になります。それをそうすると周囲の長さ8ですね。それを合体させます。そうすると周囲の長さ8、そして円周は 2π ですから 2π よりも8の方が大きいと、外側にの正方形の方が大きいと。そうすると π より4の方が大きい、4より π は小さいということ。そうすると以上のことを2つ合わせるとこうなるんですね。はい、こうなります。円にこれ内接するって言うんですけど、内接する正六角形の周囲の長さよりも円周は大きく、そして円に外接する円の外側に接する正方形の周囲の長さよりも円周は小さいんです。そうすると正六角形は6ですね。3,4,5,6 6よりも 2π 大きく、これ2,2,2に8ですから8よりも 2π は小さい、よって3より大きく4より小さいということが証明できました。このように数学は理論を、まあ、全てそうこううまくいくとは限らないんですけど、特に中学数学あるいは高校の数学の一部までは数式の背景に図があると。でそれも小学校で学んだような、図を使っていると。単純なそういう正方形とか正六角形とかを使うと、それで証明ができることがありますので、まあ、ぜひそこら辺を知っていただくと数学が単に計算とか暗記というかね、理由なくなんか公式だけを暗記していればいいという科目ではなくて、まあ、いろんな裏付けがあって式が成り立っているんだということがよくわかると思います。で実は今正六角形と正外側に接する正方形と内側に接する正六角形でありましたけど、そもそも円周率を求めた時のある求め方の一つが、多角形の N 角形を考えるんですね。まあ、例えばこれが N が10角形だとか20角形でもいいんですけど、で内側に接する N 角形と外側に接する N 角形を考えて、でそれでこういう内接する正 N 角形の周囲と外接する正 N 角形の周囲をの間に円周が入るということです。でだんだんこの N を大きくしていくと、これとこれの
値がだんだん近づいてきますので円周がだんだんと特定されてくるんですね。で、円周率が特定されてくることになります。こういうふうに、内側でより小さいものと外側でより大きいものの間に求めるべき値が挟み撃ちされている。これ挟み撃ちの原理というんですが、これ実は高校の数学 の, まあ世界でも挟み撃ちの原理というのを使っていくことがあるんですけど、これまあそうですよね、 これ外側よりも小さく内側よりも大きいという、両側で挟み撃ちすればだんだんと真の値に近づくことができるという計算方法で、一時期円周率を求めようとしていた歴史がありましたので、まあ、その話とも今日はつながってくるという話ですね。ということで、ちょっとパソコン画面上でやるという方向にしました。